さ、ありましたね、住之江公園じゃない、住之江公園じゃない、西梅田、端っこに行くか、やっぱ混んでるね。ってことは西梅田まで来ましたよと。僕らなんだよな、どうしようかなーってとこだって、一応、名古屋からそっちだって、完全に一丁前があるんですね。ターミナルってことで、一応恒例の企画ってことになってますからね、ぐるぐると回るわけなんですけど、どっかに路線図ねえかなー。どっかに路線図ねえかなー。あ、なんじゃこれ、どこ、タップでもタップのか、あーでもこれやということでね、西梅田まで来る、これ見にくいな、上上がるか、うん、上上がるか、どっちにしても見ながらないといけませんからね。そう、今回ね、一応大正駅とね、なるところとかはね、いろいろと押さえとかないといけないんですけど、まずね、ちょっと押さえとかないといけないのが、まあ、うちが最近、前の動画、前の前のぐらいから買ってみてるのか、駅ナンバリング縛りのね、旅とかやってます。で、11と21の駅、で、JR の四日市駅と近鉄四日市駅の、番号11と21の駅を回ろうみたいな企画もやってるんですけど、実は、大阪メトロってちょっとかなり、駅ナンバリングの振り方が独特で、先頭が1番じゃなくて11番になるような感じで振ってるんですね。1番のところが多いのかな、近鉄とかは、大体1番から振ってるところが多くて、JR 東海がなんか0番から振るとかっていうちょっと例外がありますけど、実は大阪メトロがかなり変わってて、1番先頭の駅が11番になるような感じで、つけてるみたいです。なので、基本的に端っこの駅に行くと11が漏れなくついてくるんで、駅ナンバリングのね、チェックもできると、いうことなんですけど、ただね、ちょっとね、さすがにね、梅田ちゃいね。JR 四日市はね、ちょっと大阪なんで、政令指定都市なんでね、この縛りでやっちゃうとね、かなり書くの難しいんでね。まあ、でも、あれか、特急列車来ませんからね、普通列車のみですもんね。よし、勝った。よし、四日市から勝った。っていうような感じで、こじつけってくのもなんかあれなんでね、なんかこじつけを考えながらやっていこうかなと思います。まあ、そもそもこの企画自体がこじつけですからね。あ、綺麗。へえ、こんな風になってんだ。ね。西梅田、梅田と千葉市民駅もすぐ近くなんですよね。なんで、一旦谷町線の方出るか。あ、その前にそう、路線図。路線図がどっかにあらへんかな。そう。この駅あれなんですね。出口と入り口を完全に分けてるんですね。今のところが完全に出口改札オンリーで、入り口があるのがこっちなんか。こっちにどっかに、あー、たた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 。漢字のグラフ、漢字か、これ。読めやな。読みよく変わったなぁと思ったら、そういうことか。ここからわざわざね、すぐ歩いて、ちょっとのところに梅田駅とか、東梅田駅あるから、そっちに乗り換えるやつおらんやろってことで、乗り換えんのよと。ああ、料金が出てないんですね。で、そう、一応今回最初になるのが、ぜひと、路線図貼っつけた方が早そうやね。西梅田駅ね。で、すぐ横になんか野田藩市駅っていうのがあって、ずっと行って、この辺りをどうするかな、ね、コスモスクエア駅。一応、規定だと、こうやって完全に端っこになってない駅ね。ですから、このね、江坂とかは、そのまま直通運転で繋がってるし、なんかターミナル感ねえかってことです。
もう省いてこそ、またおいおい時間がある時にはね行ってみたらいいですが、この辺りですね、行くなら、イタカの大日カドマみたいな、何せいっぱいありますからね。で長門は前に行ってますもんね、なんかもういい気がする。で、南辰巳、八尾南、これが太さなんだよな。で、あと中門使えるのか。あとは、あ、天下亭があるね。この辺りぐらいかな。そんなもんだよな。ああ、天国も、一応、阪急に繋がってるところですよ。まあ、端っこっぽくなってるけど。ことか、あとどこだっけ、怪しいのが。今里か。今里も一応これ、ね、やっとくよ。路線図としては繋がってますからね。あともう究極にややこしいのがここだね。隅の江高辺と、コスモスクエア。ここどうするかだね。まあ単純にちょっと乗ってみたい気がするんだけど、まあ多分企画的にはこっちの矢尾とかこっちの、方を攻めていく感じになるんで、まあこっちはまた、またでいいのかな、もう今日はこっち側中心にね、攻めていこうかなという感じですね。さあ、ということで、2周目の内容ですから、とりあえず次、どうしようかなと思ったんですよ。こっち側はもうね、すぐ歩いて繋がってるんで、野田阪神がそっかあるか。これ、野田阪神まで歩いていけそうなのかな。でもな、この前福島梅田では行ったけど、まあまああるもんな。まあ、これただ阪神電車とかもないですね。なんか、メトロ、大阪メトロ、あ、そう、シティバスが使えるから、バスターミナルの方に行ったら、こっちの方に行けるバスないかな。ちょっと調べてから行くか。あれもね、地図を見たらいけない縛りでしょ、作業してるわけじゃないんです。必要に合わせてね、文明の利器を使う。これもね、進化、人間の進化ですから。調べてみたんですけど、なんか桜橋ってところまで行くといいみたいですね。もうこっから交差点2つ分ぐらいやから歩いていけるな。そこからバスが出てるみたい。北新地駅の近くの方面に向かってたらいいのか。はあはあはあ、ほやでー。